ましょうか。はい、行きますか。じゃあ1人目のお友達、じゃあこっちのお友達から順番にやっていこうかな。はい、どうぞ。はい、こんにちは、お願いします。大丈夫？じゃあ座って待って。投げたことある？ない。やってみろ。 OK。 こうやってボール、こうやってね、この2本とこっちがね。さあ、ボールの持ち方教えてもらいました。早速投げました。まっすぐ飛びましたね。ここに右足置こうか。右足、白いところに、はい、で、投げた、あそこキャッチャーいるでしょ。でキャッチャーの方に足出して、足上げて、キャッチャーの方に足まっすぐ出して投げてみて。で、投げました。ほら、今左足ここだったでしょ。こっち側に、左足。足を。じゃあちゃんとあの左足をキャッチャーの方に踏み出すと、その方向にボール行くから。そうキャッチャーに向かって。 OK。 はい、よし、もう一回行きましょう。足上げて、よいしょ。これでね、今左足こっち来たのね。左足こっち来ると体がね、こういう風に向くから、手がね、あの遅れるから向こう行っちゃう。ボール、オッケー。もう一回、もう一度行きましょう。ちゃんとキャッチャーの方に、よいしょ。はい、頑張れ。じゃあもうちょっと左足高く上げようか。左足高く上げて、よいしょ。オッケー、いいじゃん。今の良かったですね。ね、今の良かったよ、はい、あのフィニッシュも決まってたしね。よし、左足高く上げてまっすぐな。よし、まっすぐ。オッケー。お、正面です。今のちゃんと言ったろな。だから左足高く上げて、ちゃんと放りたい方向に左足がステップできたら、まっすぐちゃんとその方向に行くからな。頑張って。はい、ありがとうございます。